皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ことぶき屋さんから発売されております総裁少女庭園源内青でございます。まずはじめに、この源内青というキャラクター、ご存じない方のために簡単にご説明させていただきますと、ことぶき屋さんのフレームアームズガールをテーマとしたテレビアニメが2017年の4月から放送されておりました。で、そのテレビアニメに登場する主人公が今回キット化されました源内青ということになります。このフレームアームズガールのテレビアニメ、当初の放送が東京 MX とか BS でしたので、ご存じない方も多いかと思います。今現在でも D アニメストアとかで視聴することができますので、興味がありましたらそちらの方でぜひ視聴してみることをお勧めします。で、ストーリーとしましては、一人暮らしをしています女子高校生源内青の自宅に突然荷物が届いて、で、その荷物の中身がフレームアームズガールゴーライのキットだったという。で、しかもそのゴーライが人工 AI っていうんですかね、意識を持って話し始めて、源内青と友情といいますか絆を深めていくんですけども、その後にもバーゼラルドとかスティレット、そういったフレガのキットがどんどん送りつけられて、まあ一言で言ってしまえば軽い感じのギャグアニメってとこですね。結構面白いのでおすすめです。で、その源内青が、まあさすがにフレガの方で出てしまうとメカ少女っぽくなってしまうせいなのか、今回総裁少女庭園側の方で発売となりました。では早速パッケージのご紹介してまいりますが、正面がこんな感じ。もうアニメを見ていたものからしますと、源内青らしさ、天真爛漫と言いますか、元気はつらつな感じ、綺麗なイラストで描かれております。背景もなんか日常風景で、総裁少女庭園らしさ出てますよね。で、箱の大きさは通常の総裁少女庭園と同じぐらいで、まあ、側面の方がこんな感じになっておりまして、塗装済み完成品の源内青。こうやってイラストとキット並べてみますと、見事なぐらい再現度高いですよね。で、下の方にフェイスパーツが5種類。真ん中下段のこのキリッとした顔、あんまりアニメでは見た印象ないんですけども、どちらかというとこの右下と左下ですね。こんな感じの表情が似合う源内青だったりします。で、スカートパーツは座りポーズ再現のものが付属します。で、アクセサリーということで、ニッパーとか、スクールバッグには、ことぶき屋さんの本社のある立川市のゆるキャラのマスコットがついております。で、手前がこんな感じになっておりまして、側面がこちら、無塗装パチ組の写真。で、これと右上の表情パーツがついている写真、見比べていただくとわかるんですけれども、この制服の襟の部分ですとか、体の前の部分ですね、ここの黒いラインの方が無塗装の方では色が入ってないので、まあ、今回そういったところだけ塗装して作ろうかなと思っております。で、あとは付属するアイデカールと、この下のものについては源内青が通っている高校の校章のマークですね。で、あとは注意書きとなっております。では中身の方もご紹介していきたいと思います。で、今回この源内青が発売されるにあたりまして、久しぶりに総裁少女庭園のホームページ拝見したんですけども、まあ源内青がそこの名簿にないっていうのは、まあ仕方ないと言いますか、入れてあげてよと思うんですけども、その一方で2年生枠が3人に増えててちょっとびっくりしました。ではパーツ類ですけど、まずこちら頭髪のパーツと、こちら側に太ももとかすねとかのフレッシュカラーのもので、こちらがこれ制服の側面側の方ですね。あとは展示ベース、ジグソーパズルのピースを模した形状っていうのは同じなんですけども、カラーとしては青なんですね。で、こちらがスクールバッグで、こちらの方が襟の部分ですとかスカートのフリルの部分で、こちらの方がタンポイントされてないフェイスパーツと、こちら側に靴とかですかねのパーツがあります。で、こちらの方に同じく靴のパーツ。あ、ってことはこっちは靴下かなのパーツになりますね。で、このパーツですね、ツイッターでも一時期話題になってたんですけれども、スクールバッグのファスナー部分のカラー、それを再現するためだけのパーツみたいです。で、こちらの方に、これは、あ、制服の前の部分ですね。ボタンの金色は塗装されてるんで、この両側の膨らんだとこですね。ここのラインは、多分黒だと思うんですけど、そんな感じの色で塗装しようかなと思っております。で、あとはこちらの方にも細かいカラー再現のパーツ。これニッパーですね。で、こちらの方にもスマートフォンのパーツとかがあります。で、あとはこちらの方がおパンツ部分のパーツ。で、こちらがチェック柄のスカート。このチェックの塗装とか綺麗ですよね。で、あとはこちらの方がフェイスパーツ。表情豊かな5種類ですね。で、こちらの方がフレッシュの手首の可動軸ジョイントのパーツ。で、こちらがハンドパーツ。で、同じくこちらも入りきらなかったところでしょうか。さらに追加のハンドパーツ。で、あとはデカールシールが2種類ありまして、こちらの方がアイデカールと、こちらが高校の校章の水電車デカールですね。きっとこれで以上となります。総裁少女庭園といえば、いろんなポージングに合わせて専用のパーツがつくっていうのが定番なんですけれども、今回の源内青、非常に標準的な座り用の逆風パーツが別途付属してますので、まあまあな分量がありますけれども、カラー再現度も高いので、非常に作りやすい分量だと思います。次に紙類としまして、こちらですね、いつものように1枚だけペラで入っております、フルカラーのパーツリスト。まあ皆さん、ランナーとかもしかしたら立てかけるキットが売ってますので、そちらで並べる方も多いかもしれないんですけれども、今回のキット、このちっちゃいランナーが非常に多いので、こういったフルカラーのパーツリストがあると探しやすくていいですよね。
で、もう一個ありますのが、こちらが作り方の説明書。総裁少女店員、クレイマーズガール、源内青。なんかアニメよりもだいぶ美少女感が増してる気がしますね。で、中の方に参りまして、まずは塗装済み完成品の写真。ここにいろいろと説明があります。プラモについての知識は全くないけど、うんぬんうんぬんという説明が書いてあります。で、カスタマイズということで、スティレットとか、再起率か、そういったものとのパーツの交換も可能です。で、こちらメモリーズということで、まどかのお家に遊びに行った時の写真だよ、なんていう風に、総裁少女庭園のキャラクターとの関連性をこういったところで示唆してくれるんであれば、総裁少女庭園の名簿に源内を載せてあげてもいいのにな、なんていう風に思います。で、次のページが、注意書きがありまして、この辺りから作成。まずは頭部の組み立て。頭頂部のアホ毛やボールジョイントで稼働するみたいですね。で、こんな感じで後頭部の髪の毛とか作っていきます。で、次のページで、ポニーテール部分を作成して、頭頂部に接続。フェイスパーツをくっつけて頭部の完成。次に上半身。まあ、これは他の総裁少女庭園と同じですね。胸部の下部に稼働はないです。まあ、この襟の輪郭のところとか、こういったラインだけは塗装したいなと思っております。で、次のページで、このハンドパーツ。非常に豊富なハンドパーツですけれども、ほぼ全てのハンドパーツにこんな手首ジョイントが付属します。こちらが右腕の作成。同じようにこちらの方で左腕の作成。次のページで上半身に両腕を接続。で、これは下半身。おパンツ部分を作成して、で、こちらの方で右足の作成。次のページで左足の作成。で、おパンツ部分に両足を接続。で、ここでスカートパーツ、フリル部分をくっつけて、次のページで上半身と接続、最後頭部を取り付けて、源内青の完成になります。展示ベースの作り方と使用方法。で、持ち物で、こちらスクールバッグ。ここですね。このファスナー部分を再現するためだけのパーツが作ってすごいですよね。過去のキットのスクールバッグで完全なモナカ構造でしたからね。ここにスクールバッグ。ウドラでしたっけ？立川市のマスコットキャラクターをくっつけてスクールバッグの完成。で、持たせ方とか、ドリンク、スマートフォンの持たせ方、ニッパーの持たせ方。で、座り状態。これ座り状態用のおパンツ部分とか太もも部分を作って、脚部を一旦外して、作ったものに足の膝から下を接続して、座り状態の完成。太もも部分を外側に90度減らすことによって、ペタン座りも可能です。で、各部の稼働、他製品とのコラボレーションということで、まず頭頂部のポニーテールについては引き出して稼働範囲を広げることができます。で、次のページで、肩については若干の引き出し方があるとか、太ももそうですね。で、膝についても引き出して稼働範囲を広げることができます。で、他のフレガのキットとか、なんだったら女神デバイスキットとの頭部の交換も可能、デカールの貼り方が書いてあります。で、最後のページのところにまずこちら、いつもついてきます、オリジナルカラーシミュレーション。自分の好きなカラーで塗るときに一旦こっちで塗ってみて、どんな感じになるのかって試すことができるってとこですね。なんかこの線が狙ったものが非常に可愛らしいんですよね。で、下の方に関連商品、アフタースクール、号令、お誕生日セット。今回私こっち買ってないんですよね。まあ、付属する号令めちゃめちゃちっちゃいので、無塗装だったら私の場合塗装無理なので、早々に諦めました。で、最後のページがカラーガイド。まあ、細かくカラーの指定はありますけれども、この制服の襟の部分とか前の部分のこの黒いラインですね、は塗っておきたいなっていうのと、スクールバッグも角のところが、ここのところですね。バッグ、角、ミディアムブルー85、ホワイト15、まあ、こんな細かい配色は私できないんですけれども、まあ、なんとなくそれっぽい感じで、バッグの方も塗れたらいいななんて思っております。説明書以上、こんな感じですね。裏の方にフレガゴーライとのちょっと手に持っているのはこれハンドスケールゴーライですね。で、左下の方にもゴーライとワーイみたいな写真が載っております。では早速作成して完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。で、今回のキットなんですけれども、私の方で若干色を入れさせていただきました。まあ、その最たる例っていうのが青の制服の黒いラインですね。まあ、それ以外にもちょこちょこと色を入れましたので、該当するところで合わせてご説明します。
では付属品や交換パーツからご紹介していきます。まずは付属品としましてこちら専用の展示ベースですね。まあ、源内青っていう名前だからこそのこの青色の展示ベースかもしれないです。まあ、制服自体も青と言いますか紺色なのでこれはこれで親和性が高いかもしれないですね。ベースのところがジグソーパズルのピースを模した形状となっておりまして、これは他の総裁少女店員と同じく凹凸のところを合わせて台座同士連結させることができるようになっております。続きましてハンドパーツ、今本体についてますのが開き手、それ以外に8種類、数は非常に豊富です。まあ、名称は私が適当に呼ばせていただきますけれども、左の方から握り手、穴が小さいので何か持たすってわけじゃないですね。で、持ち手の真ん中が丸いもの、次が持ち手の角張ったもの、まあ、これ主にスクールバックってところでしょうか。で、その隣が持ち手の幅の狭いもの、まあ、これスマートフォンですね。で、その隣が指差し手でピースサイン手。で、その隣、右から2番目が今回のキット専用でどこでしょうか。ニッパーを持ちでなっております。ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、親指の付け根のところがちょっと角張っております。ここに後でご紹介しますニッパーをはめてきっちり持たすことができます。で、最後右端が手のひらの真ん中に穴の開いたドリンク持ち手。このドリンク持ち手のみ手首に可動がありません。それ以外には可動ジョイントが付いております。ハンドパーツは合計9種類が付属します。続きまして、フェイスパーツ。今本体についてますが、通常顔、それ以外に4種類。左の方から、まずこちらが、笑顔のものです。普通に可愛らしいですよね。で、次にこちらが、タハハ顔。アニメ本編をご覧の方はよくわかると思います。こんな感じの表情よくしてましたね。で、次にこちらが、ドヤ顔です。もうほんとドヤーって感じしてますね。で、最後こちらが、デフォルメ顔ですね。なんか、アワワ顔って言ってもいいと思います。まあ、これもアニメ本編でこんな顔よくしてましたね。いずれも可愛らしいですし、アニメの表情、見事に再現されております。フェイスパーツは担保印刷済みのものが合計5種類付属します。続きまして、まあ、つま先パーツってどこですかね。今本体の方普通に靴履いてるんですけども、こちらが靴を脱いだ靴下の状態を再現するためのつま先のパーツになります。これをつけてペタンゾレさせると家の中でゴーライと談笑しているそんなシーンが再現できると思います。次に持ち物脱いとしまして、まず一番の小物、これがニッパーですね。まあ、めちゃめちゃ小さいですけれども緑の成形色となっております。この刃のところだけ銀で塗装しましたけれども、そこを塗装するだけでもこんな小さいのにニッパーってわかる、見事な造形をしていると思います。次にこちらが他のキットでもよくありますスマートフォンですね。まあ、今回この画面の方は何もならずに裏側のカメラっぽいところだけちょっと塗装してしまいました。で、これなんですけども、従来品のスマートフォンに比べますと結構この厚みがあります。厚みがありますので、先ほどご紹介したスマートフォン持ちでですね、有機窓かの頃っていうのはスマートフォンも薄くてなかなか持たせにくかったんですけれども、厚みがあることによってスマートフォン持ちでのきっちりこのスマートフォンを持ってポージングさせることができるようになっております。次にこちらがスクールバッグですね。まあ、説明書の段階でお話したみたいに、この角の部分については塗装したんですけれども、ちょっとカメラ越しだと塗ったか塗らんかわからんような似た色になっちゃいましたね。肉眼で見るとちょっと違うんですけれども。で、このスクールバッグの素晴らしいところが、この真ん中のこのファスナー部分ですね。これがパーツによって色が分けられております。このファスナーを再現するためだけにパーツが分化されているってのはすごいですよね。あと私の方で色を入れたのが、この金具の部分のシルバーとこのウドラですね。まあ、こんな感じになっちゃいましたけども、小さすぎて目はこの程度が私の場合限界でした。本当は全然違うんですけどね。あとは口のところとこの足のところだけ塗装しました。まあ、やるならでもっと綺麗にやれよって立川市民の方から言われそうですけれども、まあ、その点はすいません、ご容赦ください。で、このダブルのマーク、これは交渉ですね。これは自転車デカールとなっております。まあ、このスクールバッグにつきましては、元々の質感もマットな感じになってますし、ファスナー部分も成形色で分けられているので、ぶっちゃけ塗装しなくても特に違和感なく青に戻せることが可能だと思います。次に右端に残っておりますが、座りポーズ再現用の腰部パーツとスカートですね。まあ、このスカートにつきましては、このチェックの柄、綺麗に印刷されてますよね。この細かい濃淡とか、すごく綺麗だと思います。で、この座りポーズのこの腰の部分なんですけども、従来品と勝手に思ってたんですけども、かなり改善点というか改良点がありますね。まあ、一番はちょっと一回このスカートを取らせていただきますけども、この太もものここの部分にロール軸がついております。まあ、これがあることによってペタンゼルができるということですね。あともう一点、個人的にいいなと思ったのが、この膝の部分ですね。過去のキットと比較しないと分かりにくいと思うんですけれども、多分過去のものを比べますと、ここの膝頭の部分ですね。ここの部分がちょっと伸びてる気がします。ですので、ここの部分に膝から下を差し込んで、こう座って正面から見たときに、膝から下の分割線がちょっと分かりにくいようなシルエットになる気がします。細かいところですし、もしかしたら私の勘違いかもしれないんですけれども、こういった配慮改善点というのは素晴らしいと思います。まあ、何よりペタンザレができるってのはいいですよね。では源内青本体のご紹介してまいります。まあ、寿屋さんの商品ですので必要ないかもしれませんけども、一応大きさの比較をやらせていただきます。女神デバイスの素体とフレームアームズガールアーキテクト両側になれますと、こんな感じで大きさとしましてはフレガと同じぐらいですね。ゴーライと並べると本当に姉妹みたいな感じで、それはそれでパラレルワールド感があって面白いかもしれないですよね。では改めまして源内青、手で持ちますとこんな感じになっておりまして、もう作ってても思ったんですけど、本当にアニメ本編の源内を忠実に再現したキットだなと思うんですよね。
この頭髪のあちこちでピンピン腫れた感じとか非常に綺麗に再現されていると思います。では上の方から順に可動も含めてご紹介してまいります。まずお顔こんな感じになっておりまして、もうほんと現内をクリックリの目々、アニメ本編撮りめっちゃ可愛いですよね。で可動ですけれども、まず頭頂部のアホ毛、これボール状としてることになっております。まあ、角度はそんなに変わらないんですけれども、まあ、こう前後に角度変えることができるようになっております。で、後頭部のこのポニーテール。一個意外だったのがこのリボンパーツが、通常のキットであればポニーテールを接続する可動ジョイントにはまっていることが多いんですけれども、このリボン、頭部に刺さっております。なのでポニーテールの可動に合わせて一緒に動いたりしないですよね。まあそれはそれでいい点ですし、あと髪を動かすときに若干干渉しがちです。まあそのために軸が長めになっているので、ポニーテールも少し引き出せば、こんな感じ横にも大きくなびかせることができるようになっております。で、頭部につきましては接続はボールジョイント。首とかに可動は一切ないですね。頭部のボールジョイントのみです。これを利用して、前とか、後ろ。あとは前髪の、この両側のこの飛び出てる部分ですね。ここに少し、こんな風に前後の可動があります。まあ、上に上げとけば顔を前に下げた時に耳の部分と髪の毛の部分干渉を避けることができます。で次にボディですけれども、まあ、ここですね、この制服の襟の部分の黒いラインと正面のこの黒いライン、ここは私の方で色を入れました。パッケージの外箱の方に無塗装パチ組の写真もありましたけども、やはりここの黒いラインがあるとないとではかなり違いますね。あと私の方で色を入れたのがこのポケットの白い部分、これも輪郭の部分の黒いところを塗装しました。あと袖口も同様です。これも白い成形色のみだったので、このラインの黒いところとこのボタンの金色で、腰のこの後ろの部分、名前わかんないんですけども、要はウエストの幅を調整するためのベルトみたいなもんですね。この輪郭の黒と金具のところの金を私ので塗装しました。背中のこの緑のものは水転写でカラーとなっております。まあ、袖口とかこの腰の部分のラインとか金は100歩譲ってなくてもいいかもしれないんですけれども、ボディのこの制服の黒いラインの部分ですね、これやっぱり絶対塗っておいた方がいいと思います。で可動ですけれども、過去のキットと違いまして腰部の可動非常に充実しております。と言いましてもスカート履いてるので本来の可動軸が持っているポテンシャルを発揮できるほど大きく動かけないんですけども、まあこれ一回抜いてご覧いただきますね。ウエストの部分抜きますと腰部の接続の部分がこんな感じの構造になっておりまして、いわゆるマシンニカと同じ感じですね。前後に稼働するだけじゃなくって左右にも結構大きく稼働させることができます。まあ、これあくまでもこういった稼働のジョイントだよってだけで、実際組んでしまうとこの腰周りの制服とかスカートと干渉してそれほどの大きさでは動かないですね。まあ、多少こう少し反らしたり前かがみできるかなっていうぐらいですね。まあ、制服とかでボディラインの美しさを表現するキットですので、まあこのぐらいでもいいと思います。で腰周りスカートですね、これは先ほどご覧いただきました座りポーズのものと同じ綺麗なチェック柄があらかじめ印刷されております。上半身下半身別々に作っている時にこのチェック柄っていうのは今後の制服と合うかなと思ったんですけども、それは私にセンスがないだけで、こうやって組み合わせると非常に美しい制服となっております。で股関節ですけども、股関節につきましては左右揃ってる独立性高さを変えることができます。今膝の部分揃ってますけども、向かって右側左下げ下げますとこんな感じで少し下げることができます。こうすることによって、まあ、スカートの範囲内ですけども、前とか、後ろ、両方向にも稼働させることができます。で、また元戻しまして、膝については関節1個。このままの状態ですと、このぐらい90度ちょいなんですけれども、ここの部分の軸を下に引き下げることによって、さらにここから上にグイッと稼働範囲を大きくさせることができます。まあ、これは過去のキットも同じなんですけども、個人的には、ここの隙間が出てしまうぐらいであれば、この範囲内で90度ちょいまで曲げる範囲で十分だと思います。先ほどもアフタヌーンティーセットに座らせましたけども、あんな感じの角度で十分だと思います。で最後足首丸ですけども、後ろがこのぐらい、前がこのぐらい、軸接続ですので足裏の向きも変えることができるようになっております。でここの部分は先ほどの靴下パーツに変えて、ペタンゾラじゃなくっても普通にこのままの状態でも学校から帰ってきて靴を脱いで家の中で立って何かをしている、そんなシーンで靴下の状態にしてもいいと思います。とにかくこの現内青につきましては、アニメを見てたものからしますと立体化してほしいなって思うキャラクターではあったんですけれども、フレームアームズガールのアニメですからね、下手にフレームアームズガールの印象を残してゴーライとかステルトみたいにメカ少女っぽくして出されるよりは、やはりこういった女子高生専用キットと読みましょうか、総裁少女庭園で出てくれたっていうのは非常に嬉しかったですね。制服のデザインやチェックのスカート、そういった細かいところも綺麗に再現されておりますし、まあ、制服の黒いラインについてはちょっとマーカーか何かで塗る必要はありましたけれども、それさえやればアニメに登場した源内青らしさ、あの天真爛漫で時々はっちゃけた感じになるあの源内青がバッチリ再現できると思います。総裁少女庭園フレームアームズガール源内青はこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりました源内青、いかがでしたでしょうか。正直テレビアニメのフレームアームズガールを見たことがあるものからいきますと、ほぼ完璧と言っていいほどの再現度だったと思います。ぶっちゃけパッケージイラストの源内青ちょっと可愛すぎまして、むしろキットの方のがよりアニメに近い、そんな感じがしております。
まあ、総裁長女庭園のラインナップですので、稼働範囲については、フレガとかメガデバに比べると、確かに狭いことは狭いんですけれども、それを補ってあまりある、このシルエットの美しさ、特にスカートのチェック柄とか、あらかじめ施されてた部分塗装っていうのは素晴らしかったと思います。ただ私の場合、後来お誕生日セットの方ですね、あちらを購入しなかったんですけれども、今にしてみるとちょっと買っとけばよかったなぁ、なんていうふうに思ってしまいます。ただまあそれがなかったとしましても、先ほどもご覧いただきました通り、ハンドスケールサイズのゴーライとか、同梱されているニッパーを持たすことによって本編のようなシーンも再現できますし、なんだったら他のフレイマーマズガールのキット、ステレットとか、バーゼラードにつきましては、女神デバイス側の方でアニメーションバージョンとかがありますので、そういったキャラクターたちと一度に返して並べておくと、よりアニメのシーンが思い出されて非常に見栄えが良くなると思います。で、今回のこの現内容なんですけども、現時点でも一部ショッピングサイトさんの方ではそこそこディスカウントされた価格でまだまだ在庫があるようです。美少女キットがお好きな方、テレビアニメフレイマームズガールをご覧になって現内を可愛いなって思われてた方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。